平野翔の驚きの対処理由。知られざる決断の裏側とは平野翔とナンバーアンダーライン愛の新しい挑戦。北山博光の対処は、単なる個人の決断にとどまらず、芸能界全体にとっても大きな意味を持っています。ナンバーアンダーライン愛は、ジャニーズ事務所からの対処後、それぞれが新たなステージで活躍している二人であり、その動向や活動に注目が集まっています。 彼らの新しい挑戦は、ファンや業界関係者にとっても大きな関心事であり、彼らがどのように自分のキャリアを切り開いていくのか、非常に興味深いテーマです。平野翔は、ジャニーズ事務所を退所した後、独自の道を歩み始めました。彼の魅力は、歌やダンスだけでなく、そのカリスマ性や人柄にもあります。多くのファンが彼の退所に衝撃を受けた一方で、 彼の新しい挑戦を応援する声も多く寄せられました。退所後、平野は俳優業に力を入れ、映画やドラマでの活躍が目立っています。彼の演技力や表現力は、ジャニーズ時代から培われたものであり、今後のさらなる成長が期待されています。一方、ナンバーアンダーライン愛もジャニーズ事務所を退所し、戸部に移籍しました。戸部は、滝沢秀明が設立した新しい事務所であり、 北山宏光も所属しています。ナンバーアンダーライン愛は、この新しい環境で自身の才能を存分に発揮し、ファンとの距離を縮めるための活動を行っています。彼の YouTube チャンネルや SNS を通じたコミュニケーションは、ファンにとって非常に魅力的であり、多くの支持を集めています。彼らは、ジャニーズ事務所という大きな枠組みを飛び出し、自分の意思で新たな挑戦を始めました。 その勇気と決断力は多くの人々にインスピレーションを与えています。特に平野翔の俳優業への専念は注目に値します。彼の演技は感情の細やかな表現やキャラクターの深みを追求する姿勢が感じられ、多くの視聴者を魅了しています。例えば、彼が主演したドラマでは複雑な人間関係や感情の揺れ動きを見事に演じきり、その演技力が高く評価されました。 また、映画出演も増え、スクリーンでの存在感は、ますます大きくなっています。一方のナンバーアンダーラインアイは、トベでの活動を通じて、自分の音楽やダンスの才能をさらに磨き上げています。トベのアーティストとして、彼は新しい楽曲やパフォーマンスを次々と発表し、ファンを驚かせ続けています。また、彼の YouTube チャンネルでは、リハーサル風景やプライベートな一面も垣間見ることができ、 ファンとの絆を深めています。彼らの新たな挑戦は、ジャニーズ時代のファンだけでなく、新たなファン層も取り込むことに成功しています。平野翔とナンバーアンダーライン愛は、それぞれの道で確固たる地位を築き上げつつあり、今後のさらなる飛躍が期待されています。彼らの活動は、若いタレントやアーティストにとっての道しるべともなるでしょう。また、彼らの成功は、 ジャニーズ事務所を対処した他のタレントにも勇気を与えています。自分の夢や目標を実現するためには、時には大きな決断が必要であり、その決断が新たなチャンスを生むことを示しています。平野翔とナンバーアンダーライン愛は、その生き方を通じて、多くの人々に希望とインスピレーションを与え続けています。平野翔とナンバーアンダーライン愛の今後の活動に注目しながら、 彼らの成長と挑戦を応援していきましょう。彼らが描く新たなストーリーは、私たちにとっても大きな刺激となり、未来への期待を抱かせてくれます。彼らの輝かしい未来を楽しみにしています。芸能界の光と影の世界で、北山博光はジャニーズ事務所に所属し、キスマイ FT2 のメンバーとして多くのファンを魅了してきました。しかし、2022年に彼がジャニーズを退所し、 新たな道を歩み始めたことは、多くのファンや関係者にとって驚きの出来事でした。この決断の背後には、彼のキャリアや人間関係、そして未来への希望が絡み合った複雑な理由がありました。北山博光は、ジャニーズ事務所での厳しいトレーニングと競争の中で、自らの才能を磨き続けました。彼の MC やダンス、歌唱力は、多くのファンを魅了し、 キスマイ FT2 の中心人物としてグループを引っ張ってきました。しかし、グループ内での人間関係や方向性の違いは、次第に北山を苦しめるようになります。特に藤ヶ谷大介との関係は、仕事上での摩擦を生み出し、グループ全体の調和に影響を与えていました。このような状況で、北山はグループのために尽力し続けるも、次第に孤立感を抱えるようになっていきました。 北山の対処に至った最大の理由は、自己主張と尊敬の狭間で揺れ動く心境にありました。ジュリーさんは自己主張を嫌う一方、タッキー、滝沢秀明はその逆で、意見を言う人を評価する傾向がありました。北山は、タッキーのもとで自分の意見を自由に表現できる環境に魅力を感じ、戸辺への移籍を決意しました。藤ヶ谷との関係は、グループ内での緊張を生み出していました。 ジュニア時代から続く藤ヶ谷の行動により、北山は孤立感を深めていきました。ライブの MC 中に不機嫌な顔を見せる藤ヶ谷の姿や、北山が話す際に他のメンバーが距離を取る様子は、ファンの間でも不和の噂を巻き起こしました。北山は常に高みを目指す姿勢を持っていました。しかし、他のメンバーは現状維持を望み、そのギャップが次第に大きくなりました。 北山はグループの未来を考え、他のメンバーのために推薦するなど、自己犠牲的な姿勢を見せていましたが、その努力は報われることなく、次第に諦めの気持ちが募っていきました。戸部に移籍した北山は、タッキーの下で新たなスタートを切りました。タッキーは北山の才能を高く評価し、彼の自己表現を尊重する環境を提供しました。この新たな環境で、 北山は自分のやりたいことに専念できるようになり、生き生きとした姿を見せるようになりました。戸部に移籍後、北山は多くのプロジェクトに参加し、ファンとの交流を深めました。YouTube チャンネル、北山チャンネルでは、彼の明るい人柄や多彩ぶりが存分に発揮され、多くのファンから支持を受けています。戸部での活動を通じて、北山はさらに成長し、新たな可能性を追求しています。 北山の対処には多くのファンが驚きと悲しみを抱きましたが、それ以上に彼の新たな挑戦を応援する声が多く寄せられました。キスマイ FT2 のファンは北山の才能が埋もれることを心配し、彼の新たなスタートを喜んで受け入れました。北山は自分の夢や目標を実現するために、ジャニーズ事務所という大きな枠組みを飛び出しました。彼の決断には勇気と覚悟が必要でしたが、 その結果、彼は自分自身の成長と新たな可能性を追求することができました。戸部での活動を通じて、北山はさらに多くのファンを獲得し、彼のキャリアは新たな段階へと進んでいます。北山博光の対処は、単なる個人の決断にとどまらず、芸能界全体にとっても大きな意味を持っています。彼の遺跡は、自己表現の自由や新たな挑戦の重要性を示すものであり、 多くの若いタレントにとっての希望となっています。北山は自分の経験を通じて芸能界での成功や成長のための道を示し続けています。北山博光の物語は芸能界の光と影を象徴するものです。彼のキャリアには多くの試練や困難がありましたが、それを乗り越えて新たな道を切り開いた彼の姿勢は多くの人々にとってのインスピレーションとなっています。 彼の今後の活躍に期待しながら、私たちは彼が描く新たな物語を楽しみにしています。北山博光の対処は、彼自身の成長と、新たな挑戦のための重要なステップであり、彼の未来には多くの可能性が広がっています。彼の決断は、多くのファンや関係者にとっても大きな影響を与え、芸能界のあり方に新たな視点を提供しています。これからも彼の活躍を見守りながら、 彼がどのような道を歩んでいくのかに注目していきたいと思います。